就職する高校生のおよそ4割が県外に就職するなど、若者の流出が長年の課題となっています。就職を希望する高校生の県内での就職率を高めようと、県や鹿児島労働局などが経済団体に対し、早い採用選考などを要請しました。県や鹿児島労働局は今日、県内5つの経済団体を訪れ、来年の春に卒業する高校生の県内への就職促進に向け、要請書を手渡しました。要請書では、採用選考を早めてもらうことや、雇用環境の改善に取り組むこと、また企業の PR 活動に積極的に取り組むことなどを要請しました。鹿児島労働局によりますと、この春に卒業した県内の高校生の就職内定率は 99.8% で、過去最高となりました。しかし、このうちおよそ4割が県外に就職していて、依然として若者の県外への流出に歯止めがかかりません。高校生のその就職の機会というのは非常に限られているので、早く情報を提供していただければと、いろんな制度の問題があると思いますけれども、よりその柔軟な採用が進むと、さらに改善されるのではないのかなというふうには期待はしております。はい。県は来年卒業する高校生と保護者などを対象に、来月8日と9日に県内の企業145社が参加する企業説明会を開くということです。高校生の採用試験は9月16日に解禁されます。